私の祖父が、はいえー、自分が2歳頃のに、あのー、肺がんで亡くなっておりまして7回忌かな、うん、ちょうど私が小学校に上がる頃だったので、うん、7回忌があったんですね。はい であの、今だとセレモニーホールだとかでやると思うんですけど、はい、もうあのう、ー、ん年前なので、えー、あのちゃんと墓石のあるお寺さんで、うんあのー、七回忌法要をして、うん、で、あのー、お墓を磨いてそれであのー。 親戚や家族、まあ、総勢30人ぐらい集まったんですけども、うん、あのまあつや消しというか、まあ、仕出しをいただきながらちょっとお酒をいただいてっていう懐かしい話なんかをしながら、うん、あの親たちはまあこう時間を潰してというか費やしてたんですけども、うん、子供って食事が済んでしまうと飽きてしまうじゃないですか。はいはい なのであのいとこのちょうど同い年のいとこの男の子がいたので、うん、一緒にあのお墓のところ行ってもう一回お,おじいちゃんにお線香をあげに行こうって言って、うん、母親から、えー、と当時お線香5 0円だったのかな一束1束、うん、をもらってそれを半分こして火をつけてあの走ってあの墓石のところまで行って。 でお線香を手向けて、うん、それであの今の若い方だと想像なかなかできないと思うんですけどその昭和の2030年,年代ぐらい40年代ぐらいに伝えられたお墓ってすごく墓石が背が高いんですよね。あああ,あそうなんですか今。今平べったいと思うんですよ。長方形といううううんですかねほうほうほう 今はこうあのー、立ってみるとまっすぐ視界が広がるようなあれだと墓遠が多いと思うんですけど当時って本当に、あのー、長方形の石がどーんと土台の上に乗ってる背の高い、あのー、お墓が多くて、うん、でそこがちょうど、あのー、隠れ場みたいな感じで,、うん、でそれがこう。 四方にこう。十字に四方にこう。綺麗にこうますのように並んで立ってるわけですよね。過去、うん、あのお家のお墓が、うんえー。で、そのいとこと、かくれんぼし始めたんですね。うん、うん。で、あの。走ってるうちに、男の子だから、あの、早いので。振り切られてしまって。うん であのー、どこどこって呼んでも全然返事がなくてそのうち「お、あ、い、のー、おい!おい」っていう声が聞こえてきて、うん、でえな何だろうと思って「あセミがうるささいい。いでですすね、ごめんなさいいや、大丈夫ですよ <laughs> お。おいおい!」っていうかすれた声が聞こえてきて。うん それあの紛れもなくおじいちゃんんの声だったんです。うん、そのおじいちゃんっていうのは生前大きな湯飲みの隣に龍角酸をいつも置いて、うん、あの肺がんだったのであの、まあ、当時の人ですからこう声があの枯れたりこう喉がイライラすると四六時中龍角酸飲んでるような人だったので、うん、あおじいちゃんだと思って。 あ、おじいちゃんと思ってそっっちの声の声方に走っていくんですよ、うん、自分としてはあの要するにこの世から去った人だっていう感覚がまだそんなないので、うん、6歳56歳ですんで,、うん、で角曲がるとまたその曲がった区画の延長線の遠くの方から「おーい!」っていう声が聞こえて、うん、でまた走っていくと。 また角から「おーい!」って呼ばれて、うん、でそのうち声がだんだん「おーいおーい!うー」って聞こえなくなってしまって、うん、結局私その大きな母縁の,あのどこにいるかがわからなくなってしまって、うん、ですごく怖くなってしまって悲しくなって、うんうん、泣いてたんですね。うん そしたらちょうどその目の前があのおじいちゃんの声が聞こえなくなった目の前がそのののお寺の栗の裏だったれであのーャッあのー、サッシのドアがあったんでどん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 叩いたらあのお寺の若奥さんが出てきて「どうしたの迷ったの?」って聞かれて、うん、家族の元に戻って。 おじいちゃんに会ったおじいちゃんに会ったって言っても誰も信じてくれなかったんですけれどもそんななんとなく混和化するような経験を一度したことがあります、うん、ちなみにいとこはあの一周してダッシュで親の元に戻ったそうです <laughs> <laughs> お,おお多い,いっていうのは力強い多いじゃないんですよね本当にあの肺を病んでたので、うん あの、おーい,いあかすれて、ああ、なるほど。はいはあ、はあ。まあ、なんだろう、力ないけど、なんか、ちょっとこう,うん、ちゃんと伝えようとしての、なんかそんな感じ。んなんかあ、遊ばれ、遊んでくれてたような感じがしてました。<ー>私、自分でその当時のことを思い出すと、顔が笑ってたような気がします。あ,<ー>あの、ウキウキしてたような。 おえー、だけどその声がどん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 遠くになってしまって<ー>気づいたら栗の裏にいたっていうなんですかねその「木」っていうのがなんかちょっとこうねなんか化か、はい、されたじゃないですけどうんん怖さはなかったですね本当におじいさんの声だったのでうんだから。 おじいちゃんが亡くなったっていうあの人の死っていうのを、うん、あの、まあ、脳幹まで2歳ですけど記憶があって脳幹も見てるんですけれども、うん、焼き場のも行ってるんですけれどもやっぱり人の死のなんだろう本当に無になってしまうという感覚がまだ当時はなかったんだろうなと。 さ寂しさとかねそういったところで感じたっていうのはあるんでしょうねやっぱそうですね会えたというよりそうですね会えたって感じがとても嬉しかったんだと思いますね声だけでもそんなお話ですありがとうございますしんみりと話しましたお盆ですからねお盆です明日お墓参り参ります行ってらっしゃいませ <laughs> 行ってまいります <laughs>。失礼いたします。リスに戻ります。はい、どうも、よろしくお願いします。え、です。大体です。えっと、まあ、お盆。の時期で思い出したことが一つありまして。はい、自分が小学校の頃だったと思うんですけれども、うん、その近所の。なんか盆踊り。 やってるような会,会場がありまして、はい、まあそこで、親と一緒にこう、行ってった時があったんですけれども、うん、で、あの、途中でなんかこう、自分飽きてしまって、家でテレビ見たいなって思って、うん、まあ親はこう、知り合いと喋ったりしてたんで、うん、先帰るわって言って帰ったんですね。うん、で、その、なんていうんですかね、この矢印の方向に自分は、 歩いて帰っていったんです。はいはいで。で、その白い部分がちょっと自分なんですけれども、その部分で、何かなと思って白。白い部分が自分です。<laughs> ああ、なるほど。はいはい、はい、<laughs> はい。そこでなんか立ち止まって、ふと、その、要は左側、その、うん を見たんですけれども、<ー>そしたらその黒い部分、黒い二つの点があると思うんですけど、うん、そこにこう、なんて言うんですかね、黒いのが、男女で黒いのが二人いたんですね。うん、で、最初、こう、その会場に行くカップルか誰かだろうなって最初は思ってたんですけれども、はい、その、なんか、街灯、うん、街灯に照らされて、 その下にいるんですけれども、はい、もう真っ黒なんですね。はあはあ、で、なんか、はい、その当時、本コアとかでなんか黒いのが出てくるとみたいな死神的なやつがあって、うんで、なんかそういうのなのかなって最初思ってて、はいで、なんか気持ち悪いなって思いながらそれを見てたら、その男の方がゆっくり振り向き始めたんですね。う ああこれ、顔を合わせちゃいけないのかなって思って、もうその2つ目の,その矢印のところを曲がって、バーって帰ったんですけれども、うん、っていうだけの、当時はそれだけしか,か思ってなかったんですけれども、うん、で今、帰省しまして、うんその、その実家の近くの場所なんで、うん、なんか改めてその、この出来事があったところに行ってみたんですね。はい 行ってみてその、あの場所に立ってたら何、何見てたんだろうっていうのが、なんか改めて思いまして、行ってみたんですけれども、はい、最初その、当時、街灯でこうその2体が照らされてると思ったんですけれども、うん、そこにまず街灯っていうか、明かりがなかったんですね。うんで あれ街灯、ここなかったっけって思ったんですけど、曲がるところに街灯あると、多分邪魔だから、で親にも、なんかあそこって街灯とかってあったっけみたいな話を昨日聞いたんですけど、いや、あそこにはもともとないよっていう話をして、あ,あ街灯自体、なんかなかったんだなっていうところがまず不思議と思ったんですけども、さらに、はい。 で、さらにそこに立ってみたんですね。<う>立って、その振り返ったっていうのなんで、その自分じゃない方を見たら何があるのかなっていうのを見たんですけれども、うん、その小学校、<laughs> 小学校、その当時小学生だったんですけど、幼稚園、自分が幼稚園とか通ってる頃に、うん、その火事があった家ってのが、 その場所から見えたんですねその頃はもう新しい家が建ってて<う>で、その火事自体で全焼してたんですけども、うんで、もしかしたらそれがもうなんかそっちの頭にいっちゃってるんで、そのなんか関係あんのかなって。まあ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 ね、しかも黒だしっていうような。<laughs> で、親にさらに、なんて言うんですか。はい、そういえばちっちゃい頃、火事とかあったじゃんって話をしたら、うん、ああ、あれはあったね、みたいな。で、うん、夫婦2人が全あの亡くなったんだよ、みたいな話をしてたので、うんうん、もしかしたらなんか、お盆で帰ってきて、自分たちの元あった家の場所を見てたのかなっていう、なんか、感じに。 なつな自分なりにつながったかなっていうまあでもそれまあまあでもそうそうなんですかねん、まあ、う,うんまあそうそう思うとちょっとあこれは <laughs> そりゃしんどいですねなかなかねうんあ<ー>なんとなくそうなのかな っていう感じのそうなるとねちょ、だいぶ切なくはなりますけどね。そうですねでも、そこに佇たずんでいるだけっていうふうにこうすると、はい、まあなんだろう、その時見た時には、は何あの黒いのって、はい、怖い怖い怖いがあって、なんだろうって、そこですごいですよね、なんかその実況見分じゃないですけど。 <laughs> 自分がそこに立ってみてっていうようなことを大人になってからもう一回再度検証するっていうようなのはうーんねちょっとそれとなんかなかなか、はい、うんよっぽどじゃないとなかなか怖いですからねもうまたそこで出たらどうしようとかもう思っちゃうますよねそうですねうんなんか結構その場所をちっちゃい頃なんか避けてた感じもあったんですけど。うううんんん もう行ってみようかなって思ったら。うん。街灯も、街灯はそもそもないそこの場所になかったんです。うん,うんうんうん。だから、な、なんなんのかなって。なんか、それ自体が光っててなのか。ひょっとしたら昔、そういう街灯があったっていうこともないと思うんですよね。うんうんうん。なので、 ま、はい、あでもそうなんでしょう。まあ、はいまあ、お母さんが言うのはそこでね、地元の人なんだから知ってる人は知ってるでしょうからね。そうですね。うん、同じ町内会とかだったので。はい、同じ町内会とかだったら、回覧板回したりするでしょうからね。はい、うん。そんなのがあるとやっぱすぐ分かるし。<laughs> まあまあ見た。 た、も、うん、そうですね。見たのかもしれない。ああ、かもです,ですね。ああ、帰省してたんかな。お盆。なんですかね、<ー>やっぱね。ですかね。あ<ー>まあ、でも、そのちっちゃい頃の記憶っていうことが、まあ、ちょっと上書きされて、あ、そうなのかなっていうことで、こう、あ<ー>まあ、なんしゅう、ね、まあ、怖いっていうわけではなくなったっていうところがね。そうですね。なんか。うん まあそうなんだろうなって思ったら、まああ、お盆ってやっぱりそういったところでいせたねえ、帰ってくるのかなっていうようなので、はい。ちょっと別個のこと考えそうですもんね。あちゃんと墓参りしようとか、ああ<ー>。<laughs> 思い出すきっかけにもなりますからね。そうですね。その、近くでその盆踊りの音が聞こえたんで、ああ、そういえば、こんなことあったなっていう話でした。はい,い。ありがとうございます。 はいいありがとうございますはい以前に聞いた話なんですけれども、はい、えと新宿のとあるビルで、えーうん、もう20年ぐらい前にアルバイトしてた時の方から聞いた話なんですけど、うん、そのアルバイトっていうのがまあ まあ当時、多分バブルだったんでしょうね。あんま対してあの仕事もなくて、電話番みたいなことで、はい、とりあえず出勤朝9時ぐらいにまあ会社に行って、でえー、そんなにならない電話をまあ電話番して、うん、で夜、夕方6時ぐらいには帰るっていう作業をしてたんですけれども、で、えー、大体お昼、 まあ午後ぐらいですかね、うん、あのお昼休みが終わってで、えー、その職場ではタバコを吸えなかったので、うん、タバコを吸いにそのビルの屋上まで上がっていったそうなんですね。はい、まあそこじゃないと喫煙は許されなかったそうなんで、はい、でタバコをまあ吸って一息ついていたら、しばらくして隣に女性の方が。 来られて、うん、で、ライター貸してくださいって言われたんですよ。はい、で、まあ、ライターを貸して、まあ、ちょっと小柄な女性だったんですけれども、うん、すごい綺麗な方で、その人のちょっとタイプだったらしいんですね。うん、で、まあ、昼休みに、まあ、こうして出会えたんで、まあ、軽く会話をしてたそうなんですけれども、うん、である程度会話をして、まあ、そろそろもう昼休みも終わるんで、戻ろうとしたときに、 ライターをちょっと、まあ、ライターを返してもらうって時に受け取ろうとした時に、ちょっと手が滑ってライターが落ちちゃったそうなんですね。はい、で、あライターが落ちちゃったと思って、拾おうと思って、かがんでライターをつかんで、ふっと顔を上げた時に、もちろん目の前に女性が立ってるんですけれども、うん、その女性のすねから下がぐちゃぐちゃだったんですよ。うん、えと思って、 でよくよく見てみると、はい、普通に、すねから上は普通の女性なんですけれども、すね、うん、から下がもうぐちゃぐちゃになって、骨とかが見えてて、で自分が掴んだライターが、何か湿ってる、ねちょねちょした感じがしたので、はい、慌ててみたら、手元というか、辺り一面、血だらけなんですね。はい え,えと思って、後ずさりしたときに、思わず尻餅をついちゃったんですね、はい、そうしたら、目の前に立ってた女性が、はい、そのままバタンって前に倒れ込むように倒れて、はい、腕だけでずるずるすり寄ってきながら、はい、私の足が、足がって言いながら、はい、ゆっくりゆっくり、張ってくるんですね。 もうどうしていいか分からなくって別に金縛りにあったわけでもないんですけど、うん、そのまま固まってしまって、うん、もう怖くて目を閉じてるんですね、うん、ただ次第に次第に自分の足の音に重さがかかってくるんですよ、はい、あ自分の上に這い上がってきてるのがわかるんですね、はい、その間も足が足が って言いながらその女性がゆっくりゆっくり自分の顔の方に近づいてくるのがわかるんですよ、はい、うわどうしようどうしようって自分の顔におそらくその女性の髪の毛がかかった感じがしたんですねはい。その瞬間に後ろの方でドアがバーンって開く音がして、はい、で先輩がいつまで休憩してるんだっていう声が聞こえたんですねはい はって目を開けたら目の前には何もなかったそうです。で結局その方は翌日に逃げるようにそのバイト先を辞めてしまったんでそのビルで一体何があったかっていうのはわからないそうです。以上です。 間違い電話かけた人の話じゃないよなあ何それ全くヒントっていうかそういったのもない別に何にもないですね普通にその呼んでくれた先輩も喫煙者だったらしいんですけどその先輩も屋上に上がってたばこを吸ってたことがあったそうなんです家、はいはい、ただそんな話は一切聞いてないですし 過去、そういう何かその怪我した人、まあ、自殺、まあ膝だからなんかこうす強い衝撃を受けて下半身がっていうようなことでんあった人がいるんだったらそうであろうですよね。そうですねそんなにた高いビルじゃなかったんでもし普通に落ちても、はい、そんな、まあ、高いビルだったらぐちゃぐちゃになりますけどもしかしたら足だけ。はい 粉砕しちゃって、うん、そのまま出血されるお亡くなりになったのかそこまでは全然わかんないんですけどね。うんうんうん、な,なんかしんないんですけどはい。<laughs> なんでだろう <laughs> むちゃくちゃ鳥肌立ってんだけどなんだよこれ <laughs>。怖っ肝っ <laughs> すごいな。なんでだろう。お話を聞きました。はあ、なんか、な、な、なんだろうな、な、なんか入ってんのかな、このお話に。ぐらい。なんか、すっごい、気持ち悪い,い,あいあ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ。あの、そうだ。はい<え>、えっと、階段フェス、予選通過おめでとうございます。<laughs> え、あの、これが言いたかっただけです。<laughs> え <laughs> タオルを <laughs> タオル <laughs> えあの落選したものの階段です <laughs> 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 もう <laughs> やめてそんな、うん、ありがとうございました失礼しまーす僕二十歳 えなな、ってたかな19、20歳ぐらいの時の話なんですけど、あ、はい、あのー、まあ、神戸ですよね、神戸おるときなんですけど、あのー、この時期やったと思うんですよね、ちょうどあのー、盆休み過ぎたぐらいなんですけど、うん、あのー、峠で遊んでたんですよね、車で、であのー、一周、はい、一周。まあ <laughs> で、とりあえず車をみんなで5台か5台ぐらいですかね、うん、あの出して、うん、あの峠登って、ねまあ、走今で言う走り、まあ、今で言うかその時も走り屋って言われてたんですけど、はい、まあ峠でちょっと遊んでて、ねえーとまあ、みんなと集まってあのちょうど六甲、えー、さんになるんですけど。ははい、はい。 うん、それに、ね、六甲んの表裏じゃなくて、ふたたびさんっていうところがあるんですよね。ああ、うん。<ー>うん、はいはいはい。<laughs> ありますよね。まあまあ、今、まあ、結構有名なとこなんで、ふたたびさんのビーナスブリッジというところで、車止めて、まあ、集合っていう、うん、現地集合をやったんでね、はいあのー、みんなで集まって、それで、 まあ何本か1本いうか、1本言往復なんですけど、大体まあ10分ぐらいで往復してくるんですけどね。うんうん、あのー、まあ1本走っとくかとか言って、タイヤをね、こう温めるに1本、まあみんなそう、ずっと走っていって。うん、で、土曜日やったんで、そのころね、まだね、今はね、通行規制かかってて、うん、夜中入られへんですよね、週末とか。うんうん あのタクシー以外は通行止めとかなってるんで、まあ今、今もっと変わってるかもしれないんですけど、うんあの、その頃は全然もう登れてたんですよね、どんな車でも行ったり来たりはできてたんですけど、土曜日っていうのは、ね、結構、その時やっぱり流行ってたんじゃないんですけど。 いっぱいあったんですよね、あの人が。はい、で、僕ら、外してね、時間帯を外すんですよ、2時とか3時ぐらいで、みんなで、あの人多かったら走れないんで、で、それ、2時か3時ので、1時間半ぐらいしか走らないんですよね、それ越えたらね、下の方に民家があって、うん、新聞配達のバイクとかが来たりするんですよね、たまに。うんうんうん うん、それら危ないからっていうことで、まあ、4時にはもう上がろうというのを僕らの中では決めてて、うん、まあ、で、それで走ってたんですけど、一、うん、人がね、まだあの、く、その、そこの遊んでる、そ遊んでるか、もう走りして、しらした子がいたんですよね、僕の後輩で。だから、まあ、免許取りだですよね。うん。ほん <laughs> で、あの、 いやコースが分からんのっすよって、横乗ってもらえますかとか言って、何本か走ったあと1時間ぐらいですかね、1時間ぐらいあの走ってたんですけど、それで、じゃあ、俺、横乗るわと、で、ここ、細かくね、ここはこんだけのスピードだ出したら危ないから、ここはまあ細かく言ったら、何速で落として、ここで回れと。 うん、あのー、アクセルはここで開けろというのを、こう、細かく教えてたんですよ。はいうん、ほいで、それ、1本進んで、もう1本いいですかとか言うから、まあ、もうちょっと、もうお前最後やな、これ、最後にしようぜって、みんな言い,言い出したから、うん、ほな、ずっとそう最後にそいつののす、もう横乗って、また1本、行きかけて、ずっと行った時に、うん えっとね、右、えっ、ー、とね、ちょっとね、覚えてないですけど、右、多分右カーブやったんですけど、うんうん、下りの右カーブでガーッと曲がった時に、そいつが、あって言うたんですよね。うん、<laughs> で、あって何って言うた、思うたらもう次の瞬間、車横向いたんですよ。うこう、うま今横に向いて、<う>そのまま止まればいいのに、<う>多分アクセル踏んだと思うんですよ。 あ、うん、そしたら、<laughs> ちょうどね、もう本当にまあ悪く、ガードレールと次のガードレールの間にスコーンと入って、<ー>そんのまま落ちたんですよ。で、<ー>た高さ的に言うたら、車2台分ぐらいの高さなんで、刺さったんですよね、うん、下にガシャーンとあの岩に。 その時エアーバッグとかないんでね、もろですわね、まあ、シートベルトはしてたんで、はいうん、あれなんですけど、うわ、痛ってとか思いながら、お前、大丈夫か言ったらもう、もう、なんか、う転してて、はい、もう、答えないんですよね、横で。はははうん、うわ、これやべえ、思って、とりあえずね、夏場であのエアコンかけて走ってたら、その昔の車なんで、力が落ちるんで。はい エアコン止めて窓全開で走ってたんで、窓から出たんですよね。シートベルトが取れてね、はいうん。で、屋根の上乗りますやんね。斜めうになってるから。ちょうどね、その車ってサンルーフついてたんで、サンルーフも開けて走ってたそこ足場にして、後ろのところまでこう上がっていって、はい、うわ、これちょっと。 手伸ばしたらもう全然届かないですよね、うん、上まで。道の端のところまでね、落ちたところ、はいはい、でうわ、これ上がられへんやんとか思いながら。うん、だからあの、暗黙の了解でね、僕らこう10分過ぎて、あの帰ってこなかったちょっとい様子見るに来るっていうのをね、あの徹底してたんで。うん まあ、10分ぐらいしゃ来るやろ、思いながらしとったらね、その間ありますやん、そう、うん、あの、落ちた間にね、うん、黒い、もう、黒い影が2つ、こう、並んで、もう真っ暗ですからね、うん、うん、あの、あ、助け、誰か聞いてたんやと思って、うん、すいません、言うて、事故しちゃいました、言うて、言うてるんですけど、まあまあ、答えないんですよね。で ふらふらふらなんていうかげろうみたいに揺れてるんですよね。たぶん影や思ったんですよね、なんかの。向こうの方で、周りをギョ見ても、その人けはないんですよ。影だけがゆらゆらしてて、うわ、これ、いや、ちょっと待ってって思いながら、すいません、言って大きい声で言っても答えませんわね。 ちょっとまして、あのー、うわ、これ、なんやろうなと思うよりね、そいつが心配やったんですよ。あもう木、同点して、まああのー、動かなかったんでね。うん、で、うわ、もうえらいことやなとか思いながらこうしてたら、今度、うん、まあもう一回上見たんですよ。ほ、うんだから、その二人だけじゃなくて、今度、両サイドにずーっともうね、何十人と影。 が覗いてたんですよ、上から、じーっと。それで、いやいやいやいって思いながら、こうなんか、ごっつ怖くなってきて、一、うん、回、助手席に帰ったんですよ。<laughs> うん、<laughs> 戻,戻ったんですか <laughs> <laughs> そうそう、戻って、<laughs> お,お前、起きろ言うて、うん、もうそんな人暇ないぞって、やばいやばい言うて、こう起こすんやけど、起きへんですよね。うん、起きへんいうか、もう、ぼーっとしとるんですよ。 で、こう、シートベルトが4点式シートベルトって言うて、なんですかね。あの、ほら <laughs> レ、レースに使うようなやつをつけてたんで、もう僕、はい、外し方がもうね、やこしいから、うん、あの、シートベルト切るやつっていうのが乗してあるんですよ。ま、しこった時のよね。はいはい、うん。それでブチブチって切って、うん、おはい言うて、したらもう、ほっとかなって。で、まあ、君はこう、 ちゃんと鳴り,鳴り出して、うん、ああ、すいません、事故っちゃいましたとか言うて、言うのはそれより先に、ちょ、は、まあのー、よ出ようって,ってでうこう、上にいるけど、もうちょっとしたら来るからって言って、ほんとまあ、来ましてね、友達がばーっと、大丈夫か言うてたまあ、ロープとか、トラロープなんですけど、持ってて、うん、それでこ上げてくれていや、こう、こう、こう。 でこんな事故した、あのこうなって言うて、うわ、もう悲惨やぞ、それ、ッカー頼まなあかんなって言ったら、ね俺がポロっとこう、いや、こお前が気を失ってるいうか、その中おる時に俺、助け、誰かがおったんや、上に2人ほどな。で、助け呼んだんやけど、たあの返事せえへんかったんや。 でゆら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 揺れてるがあ、これ違うんかも分からんとか思って、一瞬またお前の方を見て、パッと見たらな、今度、横のガードレールにずらーって人並んでたあの影がねって言ったら、いや、それでそいつが、いや、あのすいませんと、あの曲がって、こう、ね、スピードが出てますんで、曲がって、こうした時に、うん、フロントガラスに真っ黒い、うん 影が覆いかぶさってきたっていう。それで前が見えなくて、事故ったんやって言うんですよね。うん、で、僕は見えてるんですよ、前は。前というか、僕はもう景色は見えてるんですよね。うんうん、そいつだけがそういうふうに、あの、こう、覆いかぶされて、見えへんようになって、ブレーキ踏んだけど、もうそのまま横向いて、今のこの状態ですっていう、そんな話でした。 じゃあそこにすくう何かみたいな、はい、あそれね <laughs> そこの手前の大きい右カーブって言って,てましたでしょう、はい、そこにガードレールがあるんですよね綺麗にこうずっとカーブなんでねでそのガードレールに顔がいっぱい映るっていうような話は聞いたことあるんですよおあじゃあその顔っていうのがそのら、うん、かまあ本体が出てきたっていうそ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 こには映るっていう話 出す僕は見たことないんですけど、話は聞いたことはあるんですよ、その先のところでも落ちたんでね、はい、そこね、結構落ちてるんですよ、その直線になるところなんで、別に落ちようがないんやけども、はい、<laughs> 結構落ちたりはしてたり、そのガードレールの端に車が突っ込んだりして、はいうん、まあ、死んだりは言うのは僕、わからないんですけど、うんうん、亡くなったとかそう、事故で亡くなったとかはよ、 わからないですけど、まあ、そこには事故は多いっていうのは、うんうん、結構聞いてたんで、うんうん、で、その先に、その先というか、そのちょっと下ったところにあの、外人墓地ってあるんですよね、上がっていく。だから、その系統かなと、<laughs> とか思ったりもしながら、うんまあ、そんなもあるんやねと思って。うん 呼び込んでるっていうようなま感じっちゃ感じですよね。そうです。どう考えても、なんかもう上から見てるのが、こただの感覚ですよ。はいはい。なんかこう、様子をうかがうっていう感じが。そうそうそう、そんな感じです。まじ、あの、その影的には。それが、はい死んだがっていうような感じで見てるそうそう。 ナタ <laughs> さん言う通りそり、死んだかっていう確認されてるん違うかなっていうような感じはしたんですよね。なんかすっごいそう感じた、なんか。そうなんですよね。ほんでその、上げましたやん、こう、車上げた時にね、はあ、こうざーっと上げた時に、もうあのなんていうんですかね、こう、前のバンパー。 とかの前のグリルとかありますやん。はい、こう、はい、ライトが前についてて。はい、まあまあぐちゃぐちゃですわね。はい、もうぐしゃっていってるんで。はい、で、上げた時に、そこに、なんていうかな。なんか、お供え物みたいなやつ、はい、こう、うん、がひっついてたんですよね。っつひっついてるお供え物がひついてるだから多分ね、そこに。 でまあ、死んだかしらはもし、も、ま、う、あ、まあね、花とか備えるって言うんで、うん、なんかそこにね、ついてたんですよね、<ー>あのぺっちゃんこになって。<ー>うん、でだから、その間から抜けて、もし落ちた人がいて、うんうん、亡くなったかも分からへんねとかいうような、あとでね、その上げたあとで、うん、そういう話はそのみんなでしてたんですけど。 何かそれで読んだか、まあそこら辺はもうあの山の中ですんでね、不思議なこともあるやろうと、うん。何、うん、か事故呼ぶんじゃないんですけど、うん、うん、なんかそんな感じで、なんか真っ暗になったっていうんがね。うんえー お前だけやろって俺はちゃんと前見えてたし、うん、カーブ曲がって何してんねんこいつって思ったらもう落ちてたからってうん、ま、明確な殺意 <laughs> ですよね <laughs> なんかありうん、うん、そんな決め打ちで、はい、なんかこうバーンって、はい、そのなんだろうそのフロントガラスに張り付く感じでしょ なんかそうやって本人は言うてたんですけどね、うん、うんまあまあでもフロントガラスのがバーンって飛んでくるような顔だ、えー、とかはあったりしますけどちょうど右カーブのところであーってなったらこう、はいまあ、切りますわね切りま,すでまあ切りますブレーキ踏むかアクセルる踏むかはまあ多分2分の1でしょうからね多分もう反射的に何かどっか踏むみたいな。ね まだ初心者なんでね、こううん、ブレーキあったと思うんです<ー>、うん、アクセルは多分よう不満と思うんですよ、ああいう状態になれば。だからそのまま突っ込んでったうん。で、なんか動揺したんか知らんけど、ブレーキ踏んで、そのまま曲がっとけばいいのに、うん、アクセル踏んだと。<laughs> で、その行動をお前はしたんやでって言ったら、いや、ずっとアクセルは踏んでないって言い切るんよね、<ー>後で、<ー>後でですけど。 聞いたら、いや、お前はブレーキ踏んで、横向いた瞬間にアクセル踏んでんやでって、うん、なんでそういう行動したんって言ったら、いや、いや、ブレーキしか踏んでないって、うん、まあまあ、それは本人が分からんだけで、反射的にこう、なん,てうんですかね、こう踏んだかも分かりませんけどね。うん うん、だからちょっとね、そこんところは、そのまあまあ、事故した後で、やっぱ記憶が曖昧なとこもあるし、どね細かいこと覚えてないですからね、事故した、その手前はね。分からんですよね、だから結構ね、そこら、うん、まあじ、まあねまあ、死んでると思うんですよ、まあ走り屋いっぱいいたんでね。 だからそういう類なのかわからないんですけど、うんまあ、はっきり人間が、の人間の姿で立ってたいうんじゃなくて、影で、こう、うん、なんていうか、げろうみたいにふらふらは、よく見たらね、そうな、声かけた後によう見たらそうやったんで、うん、うん。で、また増えてるんがね、<laughs> ちょっと怖がって、うん、また戻ったっすけどね。あ <laughs> あ<ー>うん <laughs> <laughs> やーべえとか思いながら言うてそこからはって身を隠すとかじゃなくてただ元に戻るっていう <laughs> そう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 、うん、でまあとりあえずそいつの,そのベルトだけ切ってあげて助けんといかんすからねうん,、うん、うんだからまあ10分ぐらいしたら来るやろうっていう頭もあったんでね それまでは言ってもいいし、まあ、もう来るから出ろって言うて、2、3分してから言うたんですけど、うん、ただ、あの上その上から、いや、下から上がってきてくれて、うん、あ事故ってる、事故ってるって、助けてはもうたんですけどね、あのみんなにね。いや、なんだ、いやそら、そんなん、はい、もう、もう、防ぎようがないですからね。 そうなんですよねだからそのフロントガラスにそいつが黒い影いう言い方やったと思うんですけど、うんうん、影がいうか膜みたいながバーンと張ったっていうんですよね。うんうん、それってだから人間の形してたとかそういうんじゃなくてですかねこうガラス一面にこう墨汁垂らしたみたいな感じっていうような,な。うわ うん、だからそれは<わ>、まあ、でもなんかちょっと、マリオカーノの,あの,ゲスゲあのイカ酢にバーンみたいなそんな感じですわ、だから僕が思ったのはね、うんうん血、血がバーンってきて、たらーって垂れた感じって言うたら、うん、あっ、うん、そんな感じで黒い,黒いって言,う言ってたんです。 まあまあ、そ,そうなのねって <laughs>、うん、まあそんな感じしか僕は感じれなかったんでっていうから、あやっぱりほんなこうばっと来た感じやんなって,って、でも俺は見えてたでって,って、だから僕はもう視界クリアーやったんでね、前も。うんうん、で、こいつ何してんねんっちゅう感じやったから。うん、うん うん、だからそいつはもうそ,それ以降、そのままあまあ車廃車なんで、だめ、ねうん、やったみたいなんで、それ,でそれからもう一切山とかも行かんようになった俺のミスじゃないってか言いたいんやろうけどまあ、うん、まあそう言いたいでしょうね、だってそんなことになることなんてまあないですからね。 そうなんですよね、だからそのね、うん、切れ目と切れ目の間からぴょんと落ちるいう時点でも、うん、車1.5台分ぐらいしか空いてないんでね、ああもうそこをぴょんって、あぴょんピョンしたいうのがね、だからそれで助かってるかも分からへんんですよ、逆に、ガードレールに突っ込んだら、どっちかがっていう、はいはい、まあ結構スピード出てたんでね。 だから守られてるのか <laughs>、誘われてるのかが分からんようなことやったですよね、そのことは。六甲、うん、ね。ね。そうなんですよ六、ね、甲のね、ちょうど本当にね、植物森林植物園っていうところがあるんですけど、はい、そこ、昔ね、二車線やったんですよ。うん でそあの途中まではその対面通行で峠なんですけど、うん、そこだけ2車線になってたんですよ、昔ね。で、そこが一番スピード乗るんですよね、直線なんで。うん、で、左の一方通行、右の一方通行で分かれてたんで,、うん、で、そこを抜けたところやの上り下りのとこやったんでね。うんうん <laughs> だから、ヴィーナスブリッジでもね、そういうような話、いっぱい聞いてるし、うん、あの駐車場止めてた乗せてとかいう女の子がいたりした、うん、で乗せた思って再びさん下下りていって、下降りたら交番があるんですよ、うん、あの左側に、はい。うんそこに信号があるんですよね、そこ止まって、はっと助手席も、もう一瞬ですよ、見たらおらんかったとか、うん。 いう話も聞くから、うん、あの辺りはな、やっぱいっぱい話ありますからね。うん、まあ、霊山って言われてるぐらいなんでね、うん、六甲自体が。うん、あーい今行こう <laughs> ってください、あの、えっとね、バイクもだめやったと思うんですけど、だめ<の>って言わないで。いやいや、あのね、<laughs> そこから登るんがだめなんですよ。だから、上から降りてくる分は、多分行いけると思うんですよ。 まあ、昼間行けるんでね、絶対。行けないとな、物理的に無理ってことですか。あの、通行止めなん。交通規制かかる。ちょっと。いけると。きあの、いっぺん、ちょっと行ってみてください。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。はい、またお邪魔します。はい、どうも、失礼します。 あのこの話してくださった方はですね、まあ、仮に佐藤さんとしますが、はいえー、学生の頃に心霊スポット巡りにはまっていたそうなんですね、はい、で周りの友達を誘ってで、いろんなところに行ってたそうなんですけれども、はい、中で1人、どうしても誘っても誘いに乗ってくれない友達がいたんですって、はいまあ、その彼は、えーまあ、霊感があるというかね、はい、たまにいろんなものを見てしまうから、俺、そういうとこ行きたくないんだよって言ってたんですね。はい でもそういう人こそ連れて行きたくなるじゃないですか。ですから、ものすごくしつこく誘ってたんですって。はい、でそしたら、ですね、まあ、こん負けして、はい、じゃあ分かった。じゃあ、俺が車を運転するんだったらいいよって言ってくれたんですって。ほの人が運転してると、いや、この先やだって言ったら、むしろ面白かって突っ込んでいくじゃないですか。はい、だからもうだめだと思ったら、俺もう問答無用で帰るからね。それでもいいんだったら、 行っっってててもいいよって言ってくれたんで,す、はい、であ,あのー、山奥の方なんですけれども四国の山奥にある肺病院っていうふうに言ってたんですけれども、はい、ただ地元で有名というか噂があっただけで正確な場所が分からなかったんですって何、はい、か何々山の奥の方にあるみたいなそういうふうに周りで噂があったもんですから、はいあのー、探しながら行ったんですね。はい 性格の場所は最終的に分からなくて、はい、多分これがそういう建物じゃないかなっていうようなところに行き着いたんですって。はい、でも多分それ病院じゃないらしいんですね。なんかの保養所かなんかの大きな建物らしいんですけども。はい、そこでは結局何も起こらなかったんです。うん、で霊感のあるという友人もここやばいとか、あそこに何がいるとか一切言わなかったんですね。うん、で、拍子抜けしながら帰ってきながら、あのさ、ちなみに今日、 やばいって思ったとこどっかあったって一応聞いてみたんですって。はい、あああの建物は別になんとも思わなかったけどあの途中にあったさ分岐の山道のところあれ多分やばいよっていうんですね。うん、まあ確かに山道ってねあの林道だとかなんだとか分岐たくさんありますから、うん、どれのことかなって思ってたらそれ。 どの辺りのって聞いたら、ほら、あの来る途中にあったさって言うんですよ。うん、来る途中帰りはって言ったら、まだ通ってないって言うんですね。はい、じゃあ、これから通るわけだよね。行こうよってなるじゃないですか。はい、霊感のある彼も迂闊ですよね。黙ってりゃいいのに。で、その分岐のところまでたどり着けたらしいんです。はい、で車も一応、止めて、止めてって言ったら、一応止めてくれたの。はい せっかくだからさ、この林道の先行ってみようよって言ったんですけど、当然その霊感のあるから絶対やだ、絶対やだって言うんですね。うん、なんか、いや別に何が見えてるわけじゃないんだけど、なんか嫌なんだよ、ここ。絶対俺行きたくないって言うんですね。うん、ちょっとだけだから、ちょっとだけだから。いや、だからエロい。 <laughs> いやまあ、本当にそういう感じで言ったらしいので男2人でですけどねちょっとだけだからいや,ずっといや本当にそういう感じで言ってたらしいんですそうしましたらなんかこうやっぱ根負けしてくれたみたいなんですねああ <laughs> <ー>あ分かったでもじゃあバックでいっ 行くならいいよって。なっちゃダメだ。はいはい。え頭がなんか切り替わってませんかなんか変なことなってる。え、でも、そのバックじゃないですよ。で、すからねちょっと、え、バックで行くならいいっていうことは、はい。え、後ろ向きで行けって言ってるんですかそうです。あのつまりですね、その林道の先に何があるのか分かんないんですよ。はい。まあ、彼が初めて来た山道ですから。 でえーまあ、当然、一車線しかなくて車の輪だちが一応かろうじて残っているような見舗走路なんですって、はい、だから先がどんなふうに曲がっているかもわからないんですけれども、はい、もし奥に入っていて妙なものが見えたとか、はい、あのすごい怖いぞってなった時に、うん、そこから逃げる時にバックで逃げることになるじゃないですかなるほどね車切り返せないわけですね <laughs> うわー、それはそれでも怖えな。 だからそうなったら、俺は絶対に嫌だから、はい、バックで入っていって、もうやばいと思ったら、もうすぐに切り返して逃げるからなっていうわけですね助手席に座っていたこの佐藤さんが後方確認というか、はあ、まあ進行方向の確認ですよね。はあはあ、助手席から完全にに体を後ろに向けて で、リアウィンドウの方から進行方向を確認して、ちょっと右切って、左切ってって言いながら、だん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 こうバックで進んできたんですって。はい、で、真っ暗闇ですよね。あの後方にはあのヘッドライトついてませんから、はい、見える範囲がその、まあ、ブレーキランプというか、そのランプで照らされてる狭い範囲しかないので、はい、ほとんど真っ暗なんですよね。はい、でもその真っ暗闇の中に何かぼんやり見えてきたんですって。うん、そのの見え方っていうのは 太陽を見た後にギュッて目をつぶるとまぶたの奥に何か見えますでしょははいはい、はい、あのぼやっと太陽の輪郭が、はい、あの光ったり暗くなったりしながら見えるようなはい、はい、そんな感じで真っ暗闇の中に小さな女の子が見えるんですって明かりもないんだから見えるはずないんですよ、うん、でもそれが小ちゃな女の子で三輪車に乗ってるんですね、うん、でそれをこぎながら自分たちの方に向かってきてるんですって、うん えこれなんか今変なの見てるなと思って友達に確認しようと思ってあのさ今って言った途端に友達はまあギアを入れ替えてバーッと走って逃げ出したんですね、うん、でしばらく車は無我夢中で走らせたんですけどあのやがて落ち着いて通常の走りに戻ったもんですからあのさ今なんかなんかいたよねみたいな話をしたらああ女の人がいたって言うんですねで 確かにまあ女の子も性別で言えば女性ですよねはいはいでもあんまりそれを指して女の人って言わないじゃないですかそうですねだから「え何それ?」って言ったら「えおお前は?」って聞かれたんで「いやなんかあのほら後ろ確認してたでしょ?」って「いやそっちに何か女の子がいてさ」いや俺そっち見てないよ」だって後方確認任せてたじゃんって言うんですよ、うん、で 友達の方そのののの霊感のある彼が見たものっていうのは、フロントガラス側全あの、自分たちの進行方向からへと後ろなんですけれども、うん、そちらの側から、やっぱりシルエットだったので、細かいところは分からなかったみたいなんですけれども、うん、大人の女性らしき影がこちらに向かって歩いてきてたんですって。うん、で、このままだとどんどん追い詰められて、道の奥まで進まされてしまうと思って、うん、怖くなって。 で切り返してで幽霊に向かってまあ、体圧差で揺するような格好ですけれどもね、うんえー、思いっきり道から抜け出していったで幽霊が幽霊なのか分かりませんけどその影が当たった瞬間に特に衝撃も何もなくそのまますっと車の中央をですねすり抜けていったらしいんですね、うん、でいやでも俺それは知ら分かんないけど佐藤さんもそれは見てないけれども、うん、後ろにさ三輪車に乗った女の子がこっち向かってきたんだよって言うんですよ うん、じゃあそれハサみ打ちじゃね <laughs> そのまましばらく止まってたらさそいつら何してきてたんだろうなってずっとしたらしいんですよ、うん、でしばらく無が夢中で車走ってたので山道をずっとしばらく走ってたんでちょっと給油しようか明るいしさって言ってガトリンスタンドに入ったんですって、うん、で給油しながらパッと見たらリアウィンドウの側に うん、ちっちゃな手形が2つついたんですね。うん、2> 男2人よりも全然ちっちゃな手形で、うん、子供かなっていうような手形が2つ残っていたっていうふうに話をしてました。以上です結局、その目的地にはたどり着いてない、はい着たかついてないかもよくわからないんですね。その肺病院と言われていたんですけど、うん 2>, 2階建ての大きな建物で病院に見えなくはないけどでも作りから言って病院じゃないそれって木造でした、はい、あそこまではちょっとごめんなさい聞かなかったんですけどなんかね、はい、山山,山っちゅうかあでも、はい、四国の山の中だっていうことしかちょっとわからないんですけど山の中だったらなんかねいくつか心当たりがあるんですよね ああな<ー>んで2箇所 2>、はい、でももう一つは山ってわけでもないんですよ周りに住宅地があるんであ<ー>。ということは多分徳島の方とか、はい、香川徳島の方面の山の中に結構ちょっと知れた肺病院っていうか はい、まあ診療所というような感じのものはあったんですけどあん<ー>まりあの細かく言うとあれですけどその方は徳島の方なんですうわっ <laughs>、はい、じゃああっちの方面からそこにもななんかねいくつかあったっぽいんですけど、はい、もうそれは山の中で、はい、昔のところはあったはずなんですよあでも今はないんですかないはずです今はああか雰囲気は凄まじかったっていうことでしたけどね じゃあそっちの方面なのかな、はい、だったらなんかそういったなんかこう話があってもおかしくはなさそうじゃなさそうですよねああそうですかはいでも結局その建物自体には別に何もなくて、うん、途中にあったその先に何があるかも分かんない山道だったらしいんですけどねえー、えそれがええ そうであればまあ言、はい、うて徳島とかそっちの方で言ったらまあもうあそこら辺なんてそこら中におるよみたいなことを言われた場所が <laughs> あの五色台とかあるんですよ山の方とかってまあ香川で有名な中村トンネルっていうところがあるのもその五色台とかっていうあたりで、はい、本当山の中なんですけど、ええええ、そこら辺とかにはもう本当う噂ばっかりっていうか。 いないもう誰かに言ったらもうそこら中にいるっていう <laughs> 虫か四国っていう場所自体多いみたいで、うん、その方もまだ学生で免許も取れない頃からなんかその回ってたらしくて、うん、自転車で回れる範囲にいくつもあったらしいですから。さあそうか。 なんか受験勉強するのは飽きちゃってというかね気分転換に夜中田舎ですからね遊ぶ山あの店もないしお金もないし、うん、なんか自転車で心霊スポット巡りをしてたって言ってましたけどはあでもまあ本当なんかそんな、ね、僕ら知らないとことかが結構いっぱい細かいとことかいっぱいあるみたいだからそんな道っ端っていうようなそんなところでもひょっとしたら何かしら。ええ まあ、奥に何かあるのかもしれないですしね。うん、ですね。ええー、っとしたら。えーはあ、いや、ありがとうございます。とのまです。あの<た>お疲れ様です。あのまたあ書かせていただきます。よろしくお願いします。どもありがとうございました。はいす,すみません、なんか変な方向にちょっとお願いします。すみません、僕もあの言い方が悪かった <laughs> 一。一応。あの <laughs> 聞いたときのメモがあるんですけど、そこに書いてあるんで、変なスイッチ入ったあたりあれだったから、ガチャンって全部入っちゃったんで、ごめんなさい、申し訳ないいすあの僕もちょっと狙ったかもしれないフォローありがとうございます。すみません、フォローありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。失礼いたします。はい。今回、ちょっと軽めというか、 会談としてはちょっと弱いかもしれないんですが、まあ、近々でちょっと聞いた話ですね。分類としては、こう、職業系の、まあ、体験談に近いような話なんですけども、はい、あのこの話はあの、今、50代の、あの、現場で、あの、なんでしょうね、こう、飛び職というか、はい 工事現場のようなところで現場で働いてる方から聞いたお話で、はい、まあ会談というかどちらかというとそのあの人生経験ということで、うんまあ、こ,こういうことがあったんだよっていうような形で話を聞いた内容なんですけども、うん、まあその方が20代の頃なので、まあ、もう30年近く前の話なんですけども、うん、なんかとあるですね 大きいもう10階建てぐらいの建物の解体の現場であった話と、うん、いうことでお話を聞きまして、はい、でまずその,、まあ、その方、を仮に王さんとさせていただいて、はい、その王さんがまず現場に、初めてその現場に行ったときに、現場最初に入って、なんかこの現場、嫌だなっていうものを感じたらしいんですね。はいはい でまあ、それはその王さんが霊感があるとかそういうことではなくて場の空気をこう読むのが結構鋭い人っているじゃないですか<ー>あの人ちょっと機嫌悪いなとか空気重いなみたいな、はい、えちょいちょいそういうことがあるらしくて、まあ、大体ここなんか嫌だなと思ったときは、はい、あの現場監督さんがすごくこう作業員に対して高圧的でその空気が悪いところとか。うん そういういいことが多かったらしいんですね。うんうん、なので、まあ、その時も、まあ、そういう、まあ、上の人がそういう感じなのかなぐらいに思ってたらしいんですよ。はい、で、まあ、その王さんのお仕事は、えー、解体とかをする人の足場を組む仕事だったらしいんですね。うん、足場を専門で組んでいく仕事。はい、で、まあ、足場を自分たちはあのせっせと組んでいったら。 あの上の方の階でものすごく騒いでたらしいんです、騒がしかったらしいんですよ、はい、なんか騒いでると、でちょっとあまりにも騒いでたので、うん、まあその王さん、ちょっと上の方行ってど、どうしたのと、何騒いでんって、あまあ、大阪の人だったんですけど、はい、何,何騒いでんって言ったら、9階でお化けが出たって,って騒いでるらしいんですよ。はいで まあ、王さんもちょっとその話聞いたときに、なあほなと、<laughs> なあほなことあるかいっていう感じで聞いてたらしいんですけど、うんはい、別に信じてはいなかったらしいんですけども、うん、結局、その球階で働いてた解体屋さんとえ、解体屋さんっていう解体する人と、その他に土工さんっていう人も入ってたらしいんですけど、うん、その土工さんも当時でも四40、50ぐらいであろう、うん、こう結構あの、ガテン系のおじさんが結局、はい いやこんなとこではもう作業できないから俺は帰るって言って帰っちゃったらしいんですよ。はい、であのだからその王さん的にはそのお化けが出る云々ではなくてそ,の、うん、そんなねこう屈強な、えー、人がそのお化けが出たから怖いから帰るなんてことあるんだと、うん、そんな決対のことあるんだなとは思いながら、うん、自分たちの仕事は足場を組むことなのでせっせとまあ足場の作業に。 戻ってで、まあ、特に何もなく足場組むのは終わったらしいんですね。はい、で、まあ、足場組むの終わって、まあ、自分たちは仕事が一応その時のノルマは完了したので、うん、まあ家に帰って、まあ、お家でゆっくりしてたらしいんですよ。はい、そしたら、あの現場から連絡が来て、はい、ここ大変だと、うん、足場が崩れたと、お<う>っていう話だったらしいんですよ。はい で、まあ、王さんはもうそんな崩れるような足場を組んでないって自負があったんで、はい、いやいやいやそんなもろい足場組んでないぜって話で、うん、まあ現場に見に行ったらしいんですね、はい、そうしたら、まあ、足場って基本的にあの何もないところは足場を支える部分も全部作るらしいんですけど。うん あの2階とか3階とかの部分に関しては、もともとある建物があるのであれば、その建物の一部を支えに使ったりとかするらしいんです。うん、で、その時崩れたのが、2階だか3階の足場が崩れたらしいんですけど、はい、あの見に行ったら確かに崩れてたらしいんですよ。 その足場を支えに使うためにもともとあった建物の走ってた鉄骨、なんかぶっとい鉄骨、H 型の、はい、ぶっとい鉄骨があって、そこを支えに使ったらしいんですね。はい、で、まあ、それ自体は現場監督に確認して、ここを使っても大丈夫かと、支えに、はい。そしたらまあ確認してくれた方も、あのいや、ここらも丈夫で絶対崩れたりしないから、大丈夫だと、それ使って大丈夫だって許可をもらって、組んでたらしいんですけど、はい、見に行ったら、その鉄骨 骨ごと抜け落ちて足場が崩れてたらしいんです。うん、で、<laughs> ええ、本当にええなんですよあの。あ、そんなこと起こらないと普通で、普通に考えたら。うん、これが抜け落ちるなんて。<laughs> で、結局まあ、その話に関してはあの、王さんの過失にはならなかったらしいんですね。はい、ちゃんと確認をして、その確認した人も問題がないっていうことで。はい で問,題はなまあ、問題というか、責任を問われることはなかったんですけども、結局、その足場が崩れた事故で1名亡くなってるらしい、ね、えー、1>, 1名亡くなって、けが人も結構出たらしいんですよ、結構大きな事故だったらしいですね。はい、で、まあ、ちょっと、王さん的にはまあ責任がなかったにせよ、ちょっと精神的には来てたらしいんですね、と辛いというか、そんな事故が起こってしまってはい、はい、自分も関わってないわけではないと。はい で話がそこで終わればま、まだ、あ、そういう事故があったということで、まあ、その最初に話した例がどうこうっていうのは全然関連付けはしなかったらしいんですけど、<laughs> あの現場の仕事してると、そのさっき言ったような、自分は足場だけど、解体さんとか渡航さんとか、いろんなこう業種の人がそこに来、はい、るわけで、うんあの、前に会ったことある人とかも来たりするらしいんですね。はい でその中に、ガスか電気かの設備を入りきりしたりとか、なんかそういうことをする業種の方もいたらしくて、一、うんはい、人、当時、王さんが20代だった頃に、30代後半ぐらいの、もう結構年上の方で、仲良くしてた人がいたらしいんですね。はい、で、まあ、なんかすごい、あのその現場監督とかにはすごい立てつくらしいんですけど、うん、もうそんなんおかしいとか、ただ、一緒に現場で働く、特に自分みたいな年下にはすごく優しい人で。うん 優しくて面白いこうユ,ーモユーモアのある人で、うん、ものすごく仲良くしてたらしいで,、ねはい、でその人もその10階建ての建物の解体の現場に関わってたと、うん、でこれまたあの王さんが全然その作業現場にいなかった時にオフの時ですねに連絡が仲間から連絡が来てその仲の良かったその年上の方が亡くなったと。 その現場で作業してて亡くなったっていう連絡が来て「はい、えなんで?」って言ったらなんかどうもエレベーターピットから落ちたエレ,エレベーターのないエレベーターピットから足を踏み外して落っこちて2 0ルぐらい落ちて亡くなったと、はい、ただその人のこと知っててそんな何でしょうミスというか、うん、するような人ではない っっていいいう思いがあったらしいんですよで安全帯っていうのを基本つけてるはずなんですけど、はい、その時はつけてなかったらしいんです、はい、でまあ亡くなってしまったとでまあ結局そのなんかその方身寄りがなくてあのご両親亡くなってて、はい、で奥さんと別れてたらしいんですけど奥さんがその遺骨だとか何だとかの引き取りを拒否したらしくて、はい、あの無縁仏に入ってるらしいんですね っていう話だから、まあ、無縁仏のとこまで行って手合わせてきたけどもって、はい、でまあ関係がないといえば関係がないんだけども、うん、そのあの現場ではもうありえない足場の崩れ方をして一人亡くなってるし、うん、もう自分のよく知ってる方でそんなボンミスみたいなことをするような人じゃない人が、うんまあ、実際亡くなってるということがあるからひっら。うん あら何かに引っ張られたと考えられなくもないし、うん、まあ関係ないって言われたら関係ないかもしれないけども、うん、まあちょっと自分の中では一番その仕事っていうことではなんか霊的なお話で辛い話っていうのはこれが一番辛いねっていう話ではあ、うんうん、王さんが帰った時にお化け出るってあったじゃないですかはいそ,それ同じ現場ですよね 全く,同じ現場全く同じ現場で起きてるいそ,それはその王さんってそのよくそういうことが <laughs> あるわけじゃないですよねあ全然あの自分的には全然ないって言ってましたただ現場の仕事してるとなんかそんな話は あるっちゃあるらしいんですよ。例が見たとか、はい、はいはい、はい、あ、そう王さん以外でも誰かが誰かが見たとか。あ,あ、<で>はい,はい、はい、自分が見たりとか全然ないって言ってます。うーん。人質が出たっていうのも多分言ってなかったですか。多分それ以外はあんまないんだと思いますよね。まあそうですね。まあまあよっぽどのことがない限り今のね土木とか建設では、 ままあまあ、危険ですからね、最新の注意を払ってやってるでしょうしね。<laughs> はぁ、あ、いや、まあ、落ちたっていうのとか、安全帯つけてないことはないでしょうけどね。なんか、あの、現実としてはつけてなかったらしい、実際、本当に。 ででなななんつけてかかかったのわらないいつもつけてないとかではなくなんでその時つけてなかったんだったたまたまその時つけようとしてたとかそういうでもそもそも安全帯ってベルトつけてるじゃないですか、はい、でカチャじゃないですかカチャですか、ね、そ,その,そのもう大元つけてなかったんですかそこまでは聞いてないですけど<ー>多分大元はさすがにつけてたんじゃないかなと思ですよねそこのかけようとしたとかって何かしらの時に っていうことぐらいしか考えられないですよね。はい。え <H 子>、い <laughs> ちそ、そんなことってあるのかな。普通はないって言ってました。ありえないです。うん。まあ、ふし腐食してたとか、なんか。まあ、なんか、す、すごく。ね,え <laughs> ね、進んでたとか。でも、それは。何かしらの、こう。 うん、そうですね大災いあのその明らかに危なそうだったら使わないですよねそ,もそ,もそうそうだったらもう地面使うわけですよねはい、うん、全然大丈夫だっていうところの判断なわけですよねでそれで調べても特になかったわけですよね多分ね特にその腐食があって追っかけたとかそういうことではなかったらしいですまあまあそれをねそれのせいにするって言ったらまたそれもちょっとあれだし まあでもそれを理由にしたいぐらいききちょっと奇妙なちょっと不可解なというか、はあ、だった、ね、この話そのお化けがどんなお化けだったとかっていう話は一切ないのでないですよね <laughs> うんだけどもなんかその普段そんなことを言,わ言うわけもないとかそれで帰るっていうようなちょっと奇妙な出来事から発端、まあ、っ,って言ったらこの人のせいみたいになっちゃうけど <laughs> それはまたちょっと、まあ、別個なんだろうな、まあ、どうなんだろう、まあ、それぐらい何か場所の問題みたいなようなところもねただ、まあ、そのビルがなんか昔から有名なその霊的なっていうのは、まあ、一切ないみたいなんですねうんそういう話はない、まあ、現場でねそんな,なんかそのちょっとあってっていうようなこういったのをやってますからたまーに来ますけど はい、そんなになくなってたりっていうようなのとかはあんまないからなあ、まあうん、なんか出たとかなんか見たって話は、まあ、ちょいちょいあるらしいんですけど帰っちゃう人が出るっていうのはあんまないらしいんですよね。まあでもそうですよね現場でちょっとお化け出たから「おちょっと待ってちょっと待って」ちょっ,と待っ,てってなりますからねおいってなるんでね絶対ね。 なんかちょちょっとねなんか考えちゃう出来事ですね。そうなんです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。また何かありましたらお願いします。はい。失礼いたします。はい。はい